Now this world shall know pain. Naruto, hurry! Naruto! ここより世界に痛みを。神羅転生。
したか。一陣の風とともに少年は二度舞い戻る。一つは故郷の危機に無尽の力を持って、一つは決別の過去を超え新たなる希望を持って。懐かしいな。そうだの。全然変わってねえってばよ。なんか見るもん全部が懐かしいってばよ。ったく、ガキじゃねえんだからそうはしゃぐなっての。別にいいだろ、久しぶりなんだからさ。はそういうガキなところは全く変わらんの。なあなあ、これからどこに行くんだ。まずはやっぱり一楽に。はあ、え、ナルト？ナルトなの？え、もしかしてさくらちゃん？いつ帰ってきたのよ、久しぶりじゃない。うわー、ほんと久しぶりだな。それじゃあ無事に修行は終わったのね。おう、俺ってばバッチリ強くなってっから、どんな任務でもドーンと任せろってばよ。そういう意味不明に自信あるとこ、昔から変わってないのね、あんた。さて、積もる話はまた後でするとしてだ。あいつに挨拶なしじゃ後で何言われるかわからんからの。あのさ、エロセニー、その前にちょっと里を見て回ったらダメかな。ん？久しぶりだからさ、うずうずして仕方ねえんだ。ったく、そんなのは後でだと言いたいところだが、お前にとっちゃこんなにも長く里を離れたことはなかっただろうからの。大丈夫です、ジュライア様、ナルトには私もついていきますし、責任持って屋敷まで連れていきます。おお、帰ってきて早々桜ちゃんとデート。違うっつの。ならばわしは先に屋敷に行っておく。お前たちは適当に里をぶらついてから屋敷に来い。いいな。おし。序章、ナルト帰郷。それじゃあ適当にその辺回りながら屋敷に向かいましょうか。いや、なんかワクワクするってばよ。Bye.
久しぶりだな、ばあちゃんに。しずねの姉ちゃん、元気してたか？ナルト君、お久しぶりです。その創造師さん、変わらないな、ナルト。ってわけで、エロ仙人とすげー修行してさ、かなり力がついたんだぜ。うん。これからの活躍に期待してくれ。自信を持つことはいいこと。だが期待するのは、お前たちが相応の力をつけているかを試してからだな。どういうこと？ま、お前たちにはこれからとある試験を受けても。へっ、かかし先生。よう。うわー、かかし先生ってば全然変わってねえ。お前も、ま、その性格は昔のままだな。あの、カカシ先生、試験って何のことなんです？それに、お前たちって。ナルト、そしてサクラ、お前たち二人がこの三年でどれほど力をつけたのか、そしてこれから共に任務を行えるかどうか。これ、鈴ってことは。ああ、お前たちにやってもらうのは、三年前にもやったあの鈴取り演習だ。鈴取りか。懐かしいってばよ。あの時は俺から鈴を奪えなかったが、さて今回はどうだろうね。試験は演習場で行う。準備が整ったら来るように。いいな？はい。それじゃ待ってるぞ。ナルト。俺たちの成長ってやつを、カカシ先生にしっかり見せてやろうぜ。